皆さんごきげんよう、河原木志保です。今回はメッセージをいただいたので紹介していきたいと思います。もてはら坂下にお住まいの西園寺世界さんからいただきました。ありがとうございます。お志保さん、お志保さん、ごきげんよう。いつも楽しくお志保チャンネルを見ています。ありがとうございます。何でも作りたがるお志保さんに作ってもらいたいものがあってメールしました。おお、なんだろう。お志保さんは桂さんが VTuber になったのは知っていますか？知ってます。もちろん知ってます。ちゃんとチャンネル登録して見てますよ。桂さん見てるかな？応援してます。はい。で、隔週で配信してるので私も毎回見て応援してるんですが、一言言いたいことがあるんです。私だって VTuber になりたい。ということで、私に V の体を作ってくれませんか？どうぞよろしくお願いいたします。って、VR って自分で作れるの？お金をかけずにハッピーな毎日を、おしほチャンネル。はい、ということで改めまして河原木志保です。今回ですね、西園寺世界さんから依頼をいただきまして、なんかね、そう、知ってますか？桂琴乃葉さんが今 VTuber になって活躍しているってことを、私もね、もう本当にさっき言った通りちゃんとチャンネル登録して見てるわけですよ。で、応援してるんですよ。でも、あれ？私じゃない、世界は VTuber にならないのかい？とね、ちょっと思っていましたよ。だよね、世界も VTuber になりたいよね、気持ちわかるよ。ということで、今回は世界を VTuber にすべく、私が V の体を作ろうということになりました。はい。でもね、私素人ですよ。 DIY やってるとはいえ、ミシンで縫ったりね、ペンキ塗ったりして VR の体は作れないわけですよ。なので本当は誰かに作ってくださいってお願いしたいところなんですが、このおしほチャンネル、お金をかけずにハッピーな毎日をというのをテーマでやっているので、そこでお金をかけるわけにはいかないのです。なので自力で頑張って作りたいと思います。で、私ね、いろいろ調べたんです。YouTuber さんや、あといろんなサイトで、VTuber になるためにはとか、VR の作り方とかを紹介してくださってる方がたくさんいたので、勉強したんですけど、まずね、なんか1万円があれば動かすことができるんですって。でも、私、絵が描けないんですね。そして私が描くと、世界ではなくなってしまうので、どうしようかなと思っていたら、なんと、オーバーフローさんが世界の絵を貸してくれました。イエーイ。ということで、ちゃんと世界の絵を手に入れることができたので、ここから VTuber になるまでの道のりをこれから紹介していきたいと思います。どうなることやらなんですが、頑張っていきたいと思いますので、皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします。とりあえず今日はここまで。次回からちょっとずつ作っていきますよ。それではまた、バイバーイ。